どうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあ、中古で買ったおいでよ動物森に神データは存在するのかしないのか、夏休みの特別企画編26日目続きやっていきましょうか。というわけでやってきました、26日目。いやもうね、この企画もついに最終段階を迎えてるわけなんですけれども、本日もやっていきたいなと思います。まずはメンバー紹介。ブーケ、ピータン、ラッキー、もうキングいる、会いに来て。キング、サリー、マキバー、メープル。なんかサリーをさ、見かけるだけで、なんかおいでよ動物森の劇場版を思い出すっていう。さて、まずは手紙のチェックからしていきます。ハッピールーム。ハッピールームがほんと楽しみなんだよな。お、すごくないこれ。66,472 ポイント。タンスを壁に向けておいても使えないように家具の向きには気をつけて減点されるわよ。ハッピールーム。これで6万点ってすごいな。イザベラ。とうとう引っ越しちゃった。ひょっとしてあんた泣いてる？あたいは泣かない。だってまたいつ帰ると思うし。元気でね。この時代は引っ越しするからな。よーし。ではですね、早速6万点の家を見ていきたいなと思います。お、金のパチンコと金のスコップ、金のじょうろ。そして、魚とさ、虫に関しては。あ、でもキングサーモンとか捕まえてる。結構もったいない気がするよな。エンゼルフィッシュ、アロワナ、ドラド、ガー、ピラルク、そして、うわぁ、惜しい。あとシーラカンスか。3匹だけ。あと、虫に関しては、ここだね。アメンボとオニヤンマの間と、そして、ノミとゾウカブトの間。ヘラクレスか、ここ。ヘラクレスオオカブトだな。その2匹だけ。うわ、コンプリートしてここまで来たら。よし、では真ん中の部屋から順番に見ていきたいなと思います。真ん中の部屋、まずは緑家具ですね。いや、てかさ、思ったんだけど、青い家具シリーズと緑の家具シリーズってあるじゃないですか。赤い家具ってないんだね、今思えば。なんか青と緑あるんだったら赤もあっていいんじゃないかなって思うんですけど、そういえば赤家具シリーズってないですよね。そしてローンの返済は終わっていなくって、右と左と上が空いているから、まずは右の部屋から順番に見ていきましょうか。緑の家具か。シック家具シリーズですね。もしかしたら部屋全体がシリーズ家具で統一されてるのかもしれません。ちょっと予想してみる。真ん中の部屋が緑系の家具で、右の部屋がシック系ときたから、左はアジアかもしくはロイヤルな気がします。なんとなくモノクロシリーズではないと思うんだよな。お、違う、全然違った。写真だ。写真を集めているんだ。ララミーちゃんいる。ララミーちゃんの写真なかなか見かけないな。ララミーの写真、うん、よく見たら小さな字で何か書いてある。好きな言葉。読書をしない者は目がないに等しい。もう読書好き。すごいな。全部、真ん中は魚のトロフィーで、他は全部虫のトロフィーですね。じゃあ、このまま上の部屋にも向かっていきますか。いや、予想外だったな。あ、リゾート家具だ。ロイヤル家具かなって思ったんですけど、普通にリゾートでしたね。四つ葉のクローバー、四つ葉のクローバー。一番上側が帽子系になっていて、そして傘ですね。四つ葉のクローバーと、あと葉っぱの傘、レースの傘、ギンガムの傘、そしてあとはフックか、メガネ系と、あと入りきらなかった分の傘が一個あって、あ、星のコーナーからは、雪だるまの家具と、あとキノコの家具が、ありそうな感じしますよね。おー、なんか、整理整頓が行き届いている。びっくりするぐらいに。雪だるまの壁紙。いやー、俺ね、整理整頓できなかったんだよな、飛び出せ動物森。適当にバンバン入れちゃう癖があったから、モノクロのベッド。あ、でもモノクロ家具だ。フルーツ絨毯。芝生の床。あー、モノクロの床が手に入らなかったんか。で、アンデスの写真。最後は写真系ですね。そして、便箋系がありまして、OK です。ではですね、早速、星座見に行こうか。よし。今日はね、データを2個紹介したいなと思ってるんですけど、こっちか。
ここの博物館の方に向かっていきます。いやー、ついに26日、あ、デパートになっている。そして見たいのはまずエイブルシスターズだな。いや、そんなにデパートにするの難しかった気がするけどな、この時代。ドーナツな生地は前も一回見かけたな。ブロック、四つ葉の生地、キュート。役所はこっち。そしてこれは紫の縞模様。これってもともとあるやつかな。え、これ初期のやつじゃないよね。確かおいでよ動物の森の初期デザインってこんなんじゃなかったと思うんだけど。うわ、ブーケだ。なんか劇場版見てるみたいだね。病気で寝込んでたわけないよね。まあ元気そうでよかったじゃん。特になし。なんかサリーもいてさ、ブーケもいて、あと誰だったかな、ビアンカとかでしたよね。いや、あのね、すごい昔なんですけど、劇場版おいでよ動物森があって、ビアンカがかっこいいんですよ。まあそこにブーケとサリーちゃんがいて、あと誰だったかな、なんかワニの、いや確かアルベルトが劇場版動物森にいたと思います。あ、いけないいけない。望遠鏡をお使いになるんですね。星座を見る。星座をご覧になります、それとも星座の見頃をチェックしますか。星座を見る。お、わかりました。ではごゆっくりどうぞ。おお、まあまあ一旦三角座から見ていきましょう。三角座、オッケー。これなんだろうな、直線座ではなさそうだよね。これは四角座、もしくはクリスタル座。ひし形座、そうきたか。むずいなこれ。なんだ、滑り台座。あー、確かにね、こっから滑れるもんな。滑り台座、長いなこれ。蛇座、蛇っぽくない、蛇座。木座、わからんかった。リボン座、まあまあこれはリボンでしょう。そして十字架座とかかな、なんだろう。白鳥座か、おしゃれだね。白鳥座で上が、あー、鳥、鳥かな、鳥。おー、鳩座。ちょっとピンポイントに当てることはできなかったんですけど、まあまあ75点ぐらいってことで。 N 座、三角形座か。 N 座かと思った。下は、下見たっけ、これ下見たやつだな。木座、これでちょうど一周か。あとムラメロとかも確認しましょうか。あわよくばサリーちゃんにお話を聞きたい。お、サリーちゃん。こんな感じの家なんだ。あ、これ目玉商品のやつじゃん。たぬき商店の目玉商品のやつ。はじめまして、私は、え、みなもさん、ナモさんですか。あー、信じられないです。めっちゃ喜んでくれてる。てっきり他の村にお引っ越しされたとばかり思ってました。シャララ。シャララが口癖なんだね。それはそうと、私にどんなご用ですか、シャララ。何か聞かせて。ハッピールームアカデミーの会員になってからお部屋の審査が届くようになったんですけど、私のコーディネートではまだまだダメでした。残念です、シャララ。あー、部屋広いけど家具が少ないからとかかな。でも、おしゃれですよね。それで、機嫌を落ち込むの？俺どうしようもないじゃん。では、村メロを確認して、次のデータに行きたいなと思います。次のデータに行きます。よし、では今日は2個データを紹介していきたいなと思うんですけど。あ、どうも、はじめまして、私リセットさんと申します。君とは前にも会ったことがあるような。まあいいか。この度はおいでよ動物森をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。社長になり変わりまして、わし、いや私が、なんやったかな。や、あー、もうめんどくさ、もうええわ。あ、これ一番最初リセットさんに会う時のセリフですね。君さっき変な終わり方せんかった。例えばやな、きちんとセーブせんと電源落とすとか。ん、聞こえへんで。そうです、やりました。はい、それそれですわ。電源切るんやったらセーブせな。たぬきちからセーブは屋根裏部屋でせえって言われたやろ。あ、たぬきちさんじゃないんだね。たぬきち呼び捨てなんだ。めんどくさかったらスタートボタンもあるっちゅうのに。
ったく、セーブせんといきなり切ったらそれはリセット。わしが出てきて説教を垂れる、そういうことやからな。よう覚えといてや。ええか、そもそもセーブせえへんちゅうことはねえね。今まで遊んできた君の時間っていうものがなくなってしまうんやで。それが君の人生の何分の1に当たるかわしは分からんけど、失った時間注文は戻ってこうへんねん。ほんでやな、他のゲームはさておき、おいでよ動物森ではできるだけそういうことはせんと遊んでみませんかって提案させてもらってますね。そんなもん遊ぶ人の勝手やないかっていうのも分かるんやけど、そこはまあこのゲームのルールちゅうことで割り切ってもらえませんかと。まあそんな感じですわ。今回とりあえず初めてということなんで、挨拶がてらに軽く説明させてもらいましたけど、今日はこれでもかなりよそ行きな喋り方をしてますね。わし実は言葉遣いがめちゃくちゃ悪いんですわ。けどこれ生まれつきのもんでどうしようもありませんね。うわ、紫の風船飛んでる。紫の風船って何？めっちゃ落としたい。気分を害される方もおられるとは思いますが、先に謝っときますわ。管理しちゃってください。まあ言うても嫌われてなんぼの仕事なんですけどね、これ。ぐはははそれではそろそろこの辺で失礼いたします。はいはい。もう、ちょっと待って。ワンチャン、もしかしたら、パチンコ、ないかー。パチンコがあったら、落とせるかなって思ったんですけど、岡村、いいですね。岡村、中村とか、動物村とか、なんかよく、母からの手紙。勇気へ、ファイヤーフラワー、夏の夜空に咲くお花、母さん好きなの打ち上げた花火、たまや母より。まあ、ちょうどね、夏なんでね、母からそういう手紙が送られてきても、っていう感じなんですけど、真ん中の部屋は、特に変更点はなく、一番最初、ろうそくと段ボールと、あとラジカセですね。さて、風子、すまない。何度も起こしてしまって。あ、いけないいけない。望遠鏡をお使いになるんですね。星座を見る。ほう、わかりました。ではごゆっくりどうぞ。あー、残念ながら、今回はなかったということで。というわけで、今回26日目、データを2つ紹介したんですけど、残りの日数ね、もうそろそろファイナルに向かって頑張っていきたいなと思います。というわけで、今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあな。